MBS のバラエティ番組、痛快、アカシア電子台、毎週月曜あと11時56分では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、しばらく収録を見合わせていたが、18日に東京支社のラジオスタジオで3月9日以来およそ2ヶ月ぶりに収録を行った。2メートルのソーシャルディスタンスを守るなどの感染防止対策に万全を期した上で、ラジオスタジオから明石家さんま、村上ショージ、中川家が出演。相田寛平、アインシュタイン、アシスタントの MBS、辻沙穂里アナウンサーは、自宅からのリモート出演となった。お互いの間に、アクリル板を挟んで、社会的距離を保ちながらの収録に、さんまは、歯がゆいなぁ、と本音をこぼしながらも、メンバーに近況を質問。中川家の剛が、寝てるか、ドーナツ食べてるか、どちらか、とつぶやくと、寛平、アインシュタイン、辻アナが、自宅から、リモートで参入する。今回は、1991年から2014年まで23年間続いた、上り年の名物企画、何を聞く年が復活。リモート収録で、アカシアメンバーに、何を聞く年と題して、一般観覧者16人が、自宅からリモートで参加する。モニターには歓声を上げる16人が、一斉に映し出され、アカシアメンバーは、すごい、と、驚きの声を上げた。同コーナーでは、観覧者自身が似ていると思う有名人を書いたお名前ボードを掲げ、さんまが気になる人を指名。アカシアメンバーに聞きたいことを質問すると何でも答えてくれるというものだ。さんまが企画を懐かしみながら選んだのは、食べ過ぎてしまった浅田真央さん。3月末に人生初の彼氏ができたが、新型コロナの影響で一度も帰れていないという。このまま外出自粛が続けば恋愛が消えちゃうんじゃないかと、心配と不安を打ち明けていた。番組は5日に放送される。